孫策の包囲網を打ち破った呂布は、その勢いを買って呉の制圧を成し遂げた。喜んだ孫策だったが、同時に呂布の力を恐れ、呉の丘陵を与えて東南の地に呂布をとどめようとする。そんな孫策の真意を知ってか知らずか、孫策に反旗を翻すよう呂布をけしかける者がいた。呂布と生死を共に戦った李希趙賑である。他ならぬ趙賑の言葉に呂布は決心した。反乱の準備を整え、まさに出撃しようというその時、趙賑が脱走したとの知らせが入る。呂布は真偽のほどを確かめんと、部下のいさめも聞かず、趙賑を追って陣を後にするのだった。殿、言ったか。おぞ、石刀を用意せい。長さん、なぜどこに来た。お前の言葉を聞くまで俺は追いかける。天下は目前、今は思いとどまりなされ。殿、考え直してくだされ。いくらでもかかってきやがれ。ここで取らせていただこうか。こんなに強いやつだったんだな。Thank you.
かなかに愉快な勝負だったわい。この天意が晴らしてくれる。この関羽が湧いていたそう。この長飛様が相手だ。兄弟の仇よ。せぬのか。
では勝てぬというのか。
俺の元を去るのだ。力ずくで行け。最も美しい女には最強の男がふさわしい。俺の元に戻れ、挑戦。We'll be right back.